オ松本。今日のフレーズはこちら。改善します。今日は、ビートフレーズ編、多分中級者編の、ビートを解説していきたいと思います。今まで、ハンドパンレッスン動画で解説してきた手を左右交互に動かすビートではなく、左手をふんだんに使うビートになるので、右利きの皆様もしくは左利きの皆様は、利き手じゃない方をたくさん使うのでめちゃくちゃいい、エクササイズと練習になると思います。早速解説していきます。今日のビートは3ステップに分けて解説すると分かりやすいので、ステップごとにささっと解説していくのでついてきてください。まず、ステップ1で皆さんが、学ぶべきはビートのフレームを、学ぶことです。それでは、早速いきたいと思います。このビート、右利きの人はリング、スネアを使います。左手の人は反対ですね。ビートのフレームはこうです。ドン、タタ、タタタ、ドタタ、ドタ、カカツタ。最後だけ左右交互になります。もう一回いくらいます。ドン、タタ、タタタ、ドタタ、ドタ、カカツタ。スネアの後に左右交互になります。右手が開くので続きます。タタタタタ。みんな多分ビートのフレームはこれで分かったんじゃないでしょうか。慣れてきたあなた、左手の方そのままどっかのノートに置きましょう。僕はじゃあこの9時の位置のノートに置きます。同じくやります。ドン、タタ、タタ、ドタタ、ドタ、カカツタ、ドタタ、タタ、タタ、タ。ここまでできた方はステップ2まで、難なくクリアできたんじゃないでしょうか。ステップ3で左手を、2つのノートを行き来します。ドン、ドタ、ドタ、ドタタ、ドタ、ドタ、ツタ、ドタ、ドタ、ドタ、ツタ、ドタ、ドタ。ノート変えましょう。ドタ、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 ツタ、ドタ、ドタ、ドタ、ツタ、ドタ、ツタ、ドタ。はい、ステップ3、分けて解説してきました。これ多分少し不慣れな、手の運びになると思うので、最初は慣れないと思うんですけども、慣れてきたらめちゃくちゃ気持ちよくずっと叩けるビートになると思うので、皆さんぜひ、積極的に練習してみてください。それでは、今日はこれで終わりだと思います。ハンドパンのレッスンを、受講ご希望の方、もしくはハンドパン、購入を考えている方、公式 LINE への登録お願いします。いろいろな、有益情報を発信していきます。それではまた来週お会いしましょう。